井上由紀作「くる車の女」その13芸者を育てる恵美子が絹のもとへ来た時仕込みっ子の知恵が住み込んだ昭和7年である念願が叶い初めて養女を抱えることができたのだ店を張ってから早くも5年の歳月を経ていた 九年生まれの知恵は小学校を出てすぐの十二歳に沖合へ来た知恵は金沢に生まれ育ったが父はすでになく姉も数年前にやはり和江町の芸者として座敷に出ている鈴見に入ったのも紹介業を通じてではなく里の口添えであっただから直接に 母親が子を連れてきたわけで、絹がその昔、やはり服屋へ養女として入った時と一緒である。色白で丸顔な知恵は、目も髪もとり分けて茶っぽく、どちらかといえば絹の好みではなく、偉人めいた風貌だった。絹は眉も隠れんばかりに、ふわりと垂れた茶褐色の知恵の髪をしげしげと見つめた。 三味線を鳴らすことも踊りの手さばきも知らない幼子をこれから仕込んで一人前にすることは並大抵ではないその頃の養女の年季はいつの間にやら絹の頃と違って五年を区切りとしての契約に変わっていた時代の移り変わりが早く修行に十年もの根気を女将も抱え芸者も してていいらられなくなくっていたからだ契約金の相場は700円でそのうちの200円はまたも服屋から借金をした利子は年1割5分と高利だったが一応2年で返済するという約束にしてもらった知恵が涼見の置屋に来てから数日後に昨日は早々と三味線を習わせ やがて歌の稽古にも通わせたただ踊りは習わせなかった踊りはやはり6歳か7歳のごく幼い自分から稽古すべきものでそうでなければ腰つきが定まらないという気のなりの判断が第一であったそれに風貌のせいもあった知恵は誰が見ても やや日本人離れをした雰囲気を持っていた。まさかロシア人の血を引い取るわけでもある前にとクロア内の人たちに陰口を叩かれるほどでそんな評判は鍵盤を中心に瞬く間に立った。絹の考えはしかし世間のそんな噂話のせいではなく日本舞踊は 黒髪の女が待ってこそ値打ちがある。知恵の養子は踊りには向かないと思ったからである。知恵は口数少なな子であったが、竹へ入った心細さ,さもなさそうで、すんなりと沖屋の暮らしに馴染み、絹のことをおっかさんと呼んで慕った。子に恵まれなかった絹は、そんな知恵が可愛くて、いつも傍らに、 床を敷いて寝かせたかつて服屋に自分が養女に入った時のように芸者やターボが数多くいるわけでもない実の母と娘のようになるのも当然で早く芸が上達してほしいと楽しみにしただからといって歓迎校をはじめ幼かった日々に厳しく仕込まれた修練を そのまま押し付けよううという気持ちにもなれないそのあたりの迷いを絹は無邪気な知恵の白い寝顔を見ながら思った絹は一時に同じ年の娘を二人持ったわけだどちらも入籍をせずに預かるという形をとった絹は開画の奥の間にある自分の今を 恵美子の部屋に決め小さな勉強机とガラス戸がはまった緑色の本棚を求めて備えた机の前の雪見障子を上げると2坪ほどの箱庭に南天と楓と灯籠のあるのが見えるそしてタンス類はやはり元の位置に置いたままで。 眠るのは茶の間との間の長四畳半に知恵と並んで休むことにした。自分の部屋を恵美子に明け渡す格好になった。絹は名の恵美子と養女名目の知恵を同じ部屋で休ませることを避けた。恵美子は女学校へ五年間通学させなければならないし。 知恵には年季明けまで5年間のうちに遊戯を仕込まなければならない。仲良くしてもらわなければならないけれど、学問をさせる娘。木野は恵美子のことをそう言うのである。と、仕込みっ子の娘は互いの道が違うということをはっきりと自覚させねばならない。それに、二人の生活は、 夜と昼が逆さのように時間帯のずれもある。恵美子は細表で色が白く澄んだ目をしていた。もしこの子が芸者をしたならば、おそらく売れっ子になることを間違いなしと思われる品の良さを備えている。時に絹はそのことを惜しく思うこともあったほどだ。恵美子は踊りにぴったりの様子であり、 再起も感じられた。金沢第一高等女学校の入学式の10日ほど前のある日、絹は恵美子を伴って制服と靴を買いに町へ出かけた。歩いて20分ほどの南町にあった。その頃まだ新しい洋館の小泉洋服店で服をあつらえ、これも遊客に教えられた靴屋を新建町にまで訪ね、 靴をあつらえた。当時女学校の先生はまだ袴姿だったが、生徒たちは昭和2年頃から洋服になっていた。紺色のサージに茶色の細紐を胸元に結ぶ制服が仕上がってきたとき、なんとしてでも恵美子を5年間無事に学校へ行かせよう。自分が行けなかった女学校を 立派にえさせよううと思うのであった「恵美子が在学中歩いて45分ほどかかる穴水町にあった女学校の校門の前まで絹は襟元を詰めた地味な格好でしばしば訪れた」「空たちのカキが20軒も続く校門には白い花が咲き秋になると柚子のような実が無数になって」 夕映に輝いていてた雨の日は傘を届け時には朝持たせ遅れた弁当を届けたりもした恵美子はおさげ紙を言っていた日曜日とか冬休みに切るようにと絹は赤い花柄の銘仙の着物に黄色いメリンスの三尺帯を用意しておいたが恵美子はあまり着物を着たがらなかった 知恵もお下げ髪だったが、派手な着物に対抗日を締めて稽古によく出かける。二人はめったに語り合うことがなかった。朝早くに出かけて、夕方学校から戻る恵美子。十時過ぎに起きて、夕方もう出かけてしまっている知恵では、いつもすれ違いの生活で、めったに顔を合わす暇もない。日曜日、 たまにお昼ごはんを一緒に食べるぐらいのものだった。それでもたまには互いの境遇を語り合う。ちいちゃんのお父さんな、いくつの時にのうなるました兄弟何人と恵美子は聞くのだった。わての、五つか六つの時に死ねたらしいわ。ほんで、なも顔を知らんがやわ。 兄弟なあ三人や、たかがあんちゃんで、本で姉ちゃんやろ。みなバラバラに育っとるんや、と、知恵はスラスラ答える。また二人は、互いの知らぬ暮らしに興味を持ち、無邪気に話し合った。女学校の授業に勝て、お茶のお稽古あるんわて、なんやら窮屈で、あんまし好きでのうてえお茶てもんな。 知恵は目が細いだけに目立つ厚めの唇を少し開きポカンとした表情でゆったりと言う。わてもあんまし好きんないね面白いがはおかっぽやわ。一週間にいっぺん月曜日にあるがやけど今度の日曜日にちいちゃんに書きなます作ってあげるわ。教えてもろうたばっかしやけど。 上手にできてうまいんやぞと恵美子は答える恵美子は知恵が女学校へも行けずに芸者になることがかわいそうだと思っている小学校の頃車から引っ越してきた同級生が一人いたそんな子に女郎屋の子とか新地の子と友達が軽蔑して言うその車におばが二人 芸者として出ていることを幼い頃から恵美子は知っている。しかしたまに会うおば二人は生みの母より以上に自分には優しいし礼儀正しく暮らしているように思えた。だからそのおばが父に代わって自分を学校にあげてくれることに決まった時それならばいっそおばの娘になってもいいとすら思ったものだ。 絹は四十歳になったばかりで、まだまだ多少の無理も効く体だった。だから朝は六時半に起き、必ずエミコの登校を見送った。弁当を作るのはバンバのテルだが、エミコと一緒に朝食もする。夜は夜で、知恵の帰りを遅くまで待つ。眠る時間は五時間足らずだった。絹は 春休みや夏休みに恵美子を高岡町の家へ帰した。学校へ通っている時はいい。けれども休暇になってしまえば、いろいろと恵美子に影響する。知恵たちや他の子が昼過ぎから想像し、東の湯から帰り、溜まり部屋の兄弟で化粧をする。そんな格好をなるべく恵美子には見せたくなかったからだ。 それに知恵にもかわいそうだ。なんといっても年が一緒なのだから。昭和8年、知恵は13歳で振袖芸者としてお披露目をした。絹は精一杯張り込んで衣装をあつらえた。三枚重ねはもちろんのこと、湯文字にすら重めの絹地をと心配りした。紫地に こちら氏の友禅模様の紋付き、帯は真っ赤にと決めたのは三ヶ月も前だった。源氏名は本名そのままに知恵と決め、妹の里に付き添わせて、料理屋、置き屋、鍵盤へと順繰りに挨拶に歩かせた。その夜、思いがけなくも、日頃丈夫な知恵が気疲かれからの発熱をした。 それほ「どにどこの家の玄関先でもそのお披露目は手間取った」「新花さん家、ちょっこし裾まくって見せてたいま」はら「あら美しいおじ袢ばんやねえどれ後ろ向いてああ、帯もえらいお張り込みでどらいもない立派なご衣装や」その度に知恵は、 地紙の曲げに刺した本べっのかんざしをぐらりとゆすりながらひょろひょろと体を一回りして見せるおみたちの目が思惟に衣装に注がれたのだそのことを後で付き添った里の報告で知り絹は思い切って衣装にお金をかけてよかったと思った私は芸者に初めて出た時なほれ 姉芸者の辰吉さんが旦那の助けで衣装をこしらえてくれたわねちいちゃんが出た時なそんな姉さんもいらさんさけ。うちがするよりほかない。ほんで気張りましたてんきいっぱい。変わらしとこのある子やったさけねえ。りんなことをあの子に言うて聞かしみすやろ。お座敷での心構えをたとえて言うたさな。 姉さなの色顔を見て働かなならんがやぞと言うて聞かすはね干したさな色顔ってどんなことや赤い顔するがけ青い色するがけと泣きじゃくるような弱気な子でございみしたてこんな清用な子をどうして仕込んだもんやろかと思うたりもしたけどかあの頃なちいちゃんを育てるがが生きがいやった恵美子よりもなおのこと。 知恵は15歳で水揚げをした。相手は知恵が幾度か座敷で顔を合わしい、いくらか好意を持っている人に決めた。絹の心配りではあったが、その頃には本人の意思を尊重するのが常識になっていた。決して絹の場合のように、女将同士で一方的に相手を決めるということはなかった。とは言っても、 水揚げにはは変わりはないやはり金銭で女は体を買われたのでありその子の肉体で得た金額が女将の懐を超えさせることになる知恵は美人ではなかったが人に好かれる芸者だった三味線の腕がめきめき上がり芸達者な子ということで重宝がられた売れっ子の十脂に入るというほどではなかったが まずは人気芸者の一人であった。旦那になりたいという話もいくつかあったが、知恵は心の奥で結婚したい願いがあった。芸者でも結婚できるんやぞ。おめかけさんにだけなったらいかんよ。ね、と、恵美子が何かの折に繰り返し熱心に話したことを知恵は覚えている。同じ年ながら、いつの場合も、 恵美子の方が知恵に物を教え言い聞かせ実行させるという風になっていた当時女将としての狂わうちでの付き合いは何につけ派手でお金をかける時には思い切ってかけた例えば毎年6月から8月にかけてある浴衣会秋10月の温州会に用いる衣装のあつらえの時は 剣を競い合う。ただ今年は何を慎重しよう慎重を控えようなどということはおみ同士で相談し合い歩調をそろえる衣装競争にならぬよう沖屋仲間で話し合った年頃の女の子同士が衣装で競い合うことを避けたのだまた老士は抱え芸者の旦那を見つけることに協力し合った。 しかし、絹は強いて、知恵に旦那を持たせようとはしなかった。水揚げは水揚げ、旦那は旦那と、はっきり割り切っていた。仕込みっ子に旦那を持たせて稼がなくては、何のための置屋家,家業かわからないと、他の置屋の女将が話を持ち込んでくる。一応進めては見るが、知恵が良い返事をしなければ、あっさりとやめた。 やがて五年経ち、知恵の年季が明けた。知恵がおとなしく、絹のもとで年季明けをしてくれたことが嬉しかった。迷惑をかけることもなく、辛抱してくれたことで十分に満足していた。それにしても、五年の年季は短すぎた。芸がやっと熟し始めた頃は、早五年経っていて。 やっぱり昔のように十年が必要なのだ。絹は知恵に手を取って鼓だけは厳しく教え込んだ。その後もずっと知恵の他に常に二人ずつ小花、千歳、里子などという子を置いたのだが、そんな中には絹を裏切ってしまう子もいた。五年で四百円と仲介人に頼まれておく。 相場より安価なことに多少の不安を持ちながらも決める。支払ってからわずか一年ほどで女が行方をくらますという板でも一度は負た。踏み倒された金銭を取り返すのに二年間かかった。そんな失敗は女将ならば必ず一度か二度味わうことでこの世界では決して珍しくはなかった。 知恵が年季明けをした年に恵美子は女学校を無事に卒業した恵美子はそのまま鈴見にとどまりその年の12月23日に正式に山口絹の幼女として戸籍に入った血縁によるつながりを大切にしながらごく自然な形でまとまった話なのだ必ずしも恵美子を置屋の跡見にするといった気持ちではない 万一、置屋を廃業しなくてはならぬ事情になったとしても、恵美子は自分の娘であるという、そんな確かな絆が欲しかっただけだ。その頃また、廃業の日が来るかもしれぬという予感のようなものが感じられる昭和12年の暮れでもあった。知恵は自前芸者になり、恵美子は制服を脱いで、18歳の娘盛りを迎えたというのに、 日本は非常時体制となりつつあった。昭和12年からにわかに車への誘客が減り出した。7月7日の路口橋事変以来物資の節約が叫ばれ、その手始めとして燃料不足を理由に12月25日に東の湯の朝風呂が中止になった。一般の家庭や町よりも 一足先に戦争の影がクルワに差し始めたのである。誰よりも痛手をこむったのはクルワの女たちである。昭和15年の5月、恵美子は結婚した。女学校を終えた恵美子には、もっぱら、裁縫、生け花、茶道、歌いと、いわゆる花嫁修行をさせ、傍ら、 おきやの雑事を手伝わせていた。客が来ると茶菓子を盆に乗せたり、椀の出し入れをしたりの簡単なことである。時には長火鉢のそばで調子の缶をさせるくらいがせいぜいの手伝いで、それ以上はさせず、決して2階にあげない。木のは恵美子を芸者にする気持ちはなかった。おきやの跡目に据えることは、あるいは、 心のどこかで望んでみた日もあったろう。しかし何と言っても、置屋経営の不信が目立ち、この文では、相番、廃業もやむを得ないという世情であったから、演談に賛成した。五一が娘に格好の相手を探してきて、見合いをさせた。相手は京都の人で、京焼の投工である。 トントン拍子に決まった縁談は、自節柄の節約ムードで、ありあわせの簡単な支度にし、初夏に早々と嫁がせた。恵美子は、昭和15年4月4日に、絹の幼女から除籍している。恵美子二十歳、絹が48歳の時である。その年の秋、知恵もまた結婚した。すでに、 鈴見から母親のもとに移り暮らしていた知恵は、母を一人置き、夫の仕事の都合で、遠く満州へ行った。日用品の切符配給、繊維製品の統制が始まり出していた第二次大戦の前年である。幼女の娘が二人ともに嫁に行ってしまった後の絹はもはや、待合家業もしばらくは見せしまいかと思った。 恵美子も知恵も金城楼で結婚式を挙げた花嫁衣装といったほどのものではないが林頭寺の絵柄に丸帯を締め紙は高島田に言わせた。